サイケデリックミュージック、サイケデリックミュージック、またはサイケデリアとはポップミュージックの様式、ジャンル及びシーンの一種。この中にはサイケデリックポップ、サイケデリックロック、アシッドロックともサイケデリックソウル、サイケデリックアンビエント、サイケデリックトランス、サイケデリックテクノなども含まれる。サイケデリックミュージックの要素はクラシック音楽を含む。 ほぼすべてのジャンルの音楽に現れる。ウィリアム・エス・バローズや、ジャック・ケルワック、アレン・ギンズバーグといった1950年代から1960年代のビート・ジェネレーションの作家たちや、ティモシー・リアリー、オルダス・ハクスリーといった意識の拡張を提唱してきた学者たちは、新しい世代の者たちの考えに深く影響を与え、LSD の使用も相まって、霊的な啓発や、 社会意識とも結びつけられた。すぐさまミュージシャンたちは、最初は間接的だが、後に堂々とドラッグを用いて、その体験を自分の音楽に取り入れた。このような行為は、や、映画の分野でも行われた。サイケデリックミュージックとは、決まったルールのある一つのジャンルというわけではなく、ある種の楽曲に見られる、超現実的でありながら、 夢を見るような感覚を表現した音楽でもあるが、以下のような特徴を持っていることが多い。最初にサイケデリックという言葉が音楽の方面で用いられたのは、1964年にニューヨークを拠点に活動するホークグループがレッドベリーのためらいのブルースのカバーを発表したときだ。1960年代半ばの時点でサイケデリックミュージックは急速に アメリカ西海岸と東海岸のビートフォークシーンに広まった。サンフランシスコからは、といったミュージシャンやバンドが登場し、ニューヨーク市のグリニッチビレッジからは、ジャケザ・ファミリー・ジュエルズやが、そして、フロリダ・カラワが登場した。1965年に、バーズが、フォークロックに転向したのをきっかけに、多くのサイケデリックバンドがそれに続き、その結果グレートフルデッド、ジェファーソン・エアプレーン。 キャプテンビーフハート、クイックシルバーメッセンジャーサービスといったバンドが生まれた。1960年代半ば、ブリティッシュインベージョンの結果の一つとして、この流行は、アメリカとイギリスのフォークロックシーンや、ロックシーンの一環として広まった。1964年から、デイビー・グレアムやバート・ヤンシュの作品には、ブルースやジャズやドラッグ、東洋思想が織り込まれ、フォークミュージシャンの中には、 ボブ・ディランといったアメリカのアーティストとフラワーパワーを結びつけたスコットランドのドノバンのように目立った人物がいた。そして1967年からは西洋の楽器と東洋の思想を組み合わせ様々な要素を取り入れたアコースティック音楽を展開し、サイケデリックロックは1960年代にロックミュージックと電子音楽と東洋からの影響などが合わさった。 ロックロールムーブメントの余波として成長した。タイマやメスカリン、LSD などの幻覚剤といったドラッグを服用して得られたひらめきによってサイケデリックロックは伝統的なロックミュージックをぶち壊しサイケデリックメタルや実験的なロックのジャンルの根源になった。アメリカ合衆国ではサーティーンスフロアエレベーターズというグレートフルデッ l や ジェファーソンエアプレイン等に代表されるジャンルと繋がりを持つサイケデリックという言葉が使われた最初のバンドが現れた。1965年から1967年にかけてビートルズもルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズやトゥモロー・ネバー・ノーズ等といったサイケデリックロックの楽曲を制作したが厳密にサイケデリックロックとして分類されなかった。クリームとピンク・フロイドと その創設者、シド・バレットは、サイケデリック・ミュージックを受け入れ、初めて真のサイケデリック・バンドになった。一つの歌を制作することだけに集中し、サイケデリックな影響のもと、実験的なレコーディングを行い、超現実的な音楽を作り上げるミュージシャンもいる。この過程を示す作品として、カントリー・ジョエ・ザ・フィッシュが1966年に制作したバス・ストリングスは、 荒削りなジャグバンドに影響された様式への対抗作として陽気でテンポの速い攻撃的なものとなった。1967年、商業的なヒットを狙いそうなものから LSD の影響を受けて作られた実験的な音楽に生まれ変わった。バスストリングスにおいてより遅いテンポに遅らせたボーカル、反響の追加、逆再生した状態で収録したシンバル、電子オルガン、 砂漠を旅する内容の歌詞、延々と続くようなブルースギターのソロを合わせた結果、サイケデリックな曲が生まれ、カントリー・ジョイ・アンド・ザ・フィッシュのファーストアルバム、エレクトリック・ミュージック・フォー・ザ・ミンデン・ド・ボディも、そのようになった。ジェファーソン・エアプレイのウェブサイトには、アルバム、アフター・ベイズ・イング・アット・バクスター・エースは、サイケデリックな実験が、どのような音楽を生み出し、どのように内側から感じさせるのか、 その感覚をつかみたくて作った。とある。ジミヘンドリックスも、また自分のギターと才能でサイケデリックで実験的な音楽を生み出してきた。ビートルズのおかげもあってサイケデリックという要素はメインストリーム及び商業音楽界に広まり、ポップス業界がサイケデリックミュージックの影響を受け始め、ヒッピーファッションと共に シタールやディストーションのかかったギターのサウンド、テープによるエフェクトが導入された。ビーチボーイズのヒットシングル、グッドバイブレーションはタンネリンが使われており、サイケデリックな歌詞とサウンドをポップスに持ち込んだ歌、一つとされている。この流行に乗ったアメリカのポップスバンドには、エレクトリック・プルーンズ、ブルース・マグースなどがいる。また、サイケデリックなサウンドは、モンキーズや、 レモンパイパーズといった初期のバブルガムポップのバンドやミュージシャンに見受けられた。スコットランドのフォークシンガーであるドノバンはエレクトリックなサウンドに転向したことにより1966年にサンシャイン・スーパーマンでヒットした。その曲は初期のサイケデリックポップのレコードの一つに数えられている。よりポップなサイケデリックミュージックは オーストラリアやニュージーランドでもバンドが結成されるほどの人気ぶりだった。シドニーで結成された E.G.Beats をレコーディングし、世界的なヒットを起こした後、ロンドンに留まり、1970年に解散するまでサイケデリック気味なポップス作品を作り続けていった。クイーンズランド州ブリスベンで結成された b e ーズも E.G.Beats と似た道をたどり、ロンドンで自身の最初のアルバム、 をレコーディングし、その後も3枚のヒットシングルを出した。彼らのサウンドはフォーク及びロックを含んでいたが、サイケデリックな要素もあり、ビートルズの影響を強く受けていた。アデレードで結成された、ザ・トワイライトを発表した。最も成功したとされる、ニュージーランドのは、オスカー・ワイルドの同名の児童文学を題材とした、サイケデリック・ポップのアルバムザ・ハッピー・プリンスを、 発表するが、イギリス及び、全世界でヒットを飛ばすことはできなかった。ジミ・ヘンドリックスが、ロックシーンにおいて成功したことを受けて、サイケデリック・ミュージックは、アフリカ系アメリカ人、特にモータウンに所属するミュージシャンたちに衝撃を与えた。もあって、この時の音楽は、アシッドロックにしては暗く、政治的な内容が強かった。 ジェームズ・ブラウンが作り上げたファンクのサウンドに乗った、そのジャンルは、スライアンド、ザ・ファミリー、ストーンのダンス・ツー・ザ・ミュージック、エブリデイ・ピープルやテンプテーションズのといった楽曲のリリースによって開拓されていった。すぐに、シュープリー・ムスノやのフィフス・ディメンションによるローラ・ニーロのストーン・ド・ソウル・ピクニックのカバー、エドウィン・スターの黒い戦争のといった同ジャンルの作品が次々に出てきた。 ジョージ・クリントンがファンカデリック・トッパー・ラメントを率いたり、様々なスピンオフを生み出したことは、サイケデリック・ソウルというジャンルを息の長いものにし、1970年代の時点でファンクが宗教になりかけたほどだった。彼は40枚以上のシングルをプロデュースし、うち3枚はアメリカの音楽チャートのトップ10入りし、3枚のアルバムがプラチナアルバムに認定された。 サイケデリックミュージックは衰退していき、1960年代末までには、その流行は過ぎ去っていった。1966年には、アメリカとイギリスで、LSD の所持、使用が非合法とされ、ビートルズの楽曲、ヘルター・スケルターなどの影響を受けたと主張する、チャールズ・マンソンとそのファミリーによる、シャロン・テートとラビアンカ夫妻の殺害は、反ヒッピー運動の追い風となった。また、 1969年12月6日にカリフォルニア州で開かれたローリング・トーンズ主演のウルタモント・フリー・コンサートを視察、イベント自体が悪名高いものとなった。ビーチボーイズのブライアン・ウィルソンやローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズ、フリート・トウッド・マックのピーター・グリーン、ピンク・フロイド、シュド・バレットといった正規の LSD の犠牲者とされ、彼らがかつて引っ張っていたバンドは、 音楽の方向性を変えようとしており、クリームやジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスといったバンドは解散した。そして、そのジミ・ヘンドリックスは1970年9月、バンド・オブ・ジプシーズをレコーディングした後ロンドンで亡くなり、ジャニス・ジョプリンも同年10月にヘロインのオーバードーズにより死去、翌年7月にはドアーズのジム・モリソンがパリで亡くなった。残った多くのバンドは、 サイケデリックミュージックから離れ、原点に帰ろうとした。その結果、伝統を重んじた牧歌的なフォークや村木なフォークが出来上がり、プログレッシブロックの実験の幅は広まり、リフを多用したヘビロックが出来上がった。1970年代、サイケデリックソウルに影響された楽曲は、音楽チャートで伸び悩むようになり、有名なミュージシャンたちはひらめきを他に求めるようになっていった。 ビートルズはマネージャーであるブライアン・エプスタインの死やシュールなテレビ映画マジカル・ミステリーツアーの視聴率不振を受けてザ・ビートルズ、アビー・ロード、レッド・イット・ビーといったアルバムでは荒削りなスタイルに回帰していったが結局解散した原点に帰るという行動はローリング・ストーンズのベガーズ・バンケットからメインストリートのならず者までの時期のアルバムにも見られた イギリスのフォークロックバンドフェアポートコンベンションは1969年にをリリースした。このアルバムはアメリカ寄りのフォークロックから伝統的なイギリスの音楽に転換した時期なのでエレクトリックフォークというサブジャンルが出来上がり、スティーライスパンやフォザリンゲーといったバンドがそれに続いた。サイケデリックミュージックに影響を受けた奇妙さは、 イギリスのフォークシーンで1970年代に入っても続いた。この時、メローキャンドル、ニック・ドレイクといったバンドやミュージシャンが活動を続け、シード・バレットも2枚ソロアルバムを出していた。ピンク・フロイドやソフト・マシーン、そしてイエスのメンバーといったかつてサイケデリックな要素を取り入れたイギリスの多くのミュージシャンやバンドは1970年代に 入ると、プログレッシブロックという新領域の形成に移行していった。キング・クリムゾンのアルバム、クリムゾン・キングの宮殿は、サイケデリックロックからプログレッシブロックへの移行期を象徴する記念碑的な作品として知られている。ホークインドといったバンドは1970年代にサイケデリックミュージックの要素を取り入れたが、多くはより幅広い実験の中で、 サイケデリックの要素を捨てていった。クラフトワーク、タンジェリンドリーム、カン、ファウストといったバンドは、自身の根本からサイケデリックな要素を削ぎ落とし、電子楽器の使用に特化した結果、コスミーシャムージックとして知られるエレクトロニックロック、つまりイギリスの雑誌で言われるところのクラウトロックというジャンルを確立していった。が年にシンセサイザーを使い出して、 以来、シンセサイザーの導入は、ブライアン・ E の、彼は一時期ロキシー・ミュージックでキーボードを弾いていたの、活躍もあって、シンセロックという新たなジャンルの開拓に一役買った。カンやソフトマシーンがジャズの要素を導入したことにより、コロシアムといったジャズロックバンドが結成された。サイケデリックロックにおけるディストーションの効いたギターのサウンドやソロの強調、 大胆な構成といった要素は、ブルース起源のロックから、後のヘビメタルにつながる重要な賭けとされている。かつて、ヤードガーズに所属していたギタリストのジェフ・ベックと、ジミー・ページはジャンルを移動し、それぞれジェフ・ベックグループとレッド・ツェッペリンを立ち上げた。他に、ブルース起源のサイケデリック・ロックバンドからジャンルを開拓していったバンドにブラック・サバス、ディープ・パープル、ジューダス・プリースと UFO がある。 サイケデリックミュージックはグラムロックの誕生にも影響を与えた。マーク・ボランは自身のサイケデリックフォーク料を T-Rex に発展させ、1970年から世界初のグラムロックのスターとしてブレイクした。1971年からはデビッド・ボーイがサイケデリックなサウンドから転向してジギースターダストという別人格を打ち出し、プロとしての性質やパフォーマンスを 自分のものもにしていった。1970年代にバブルガム・ポップが成長し、大規模なものになったことで、ポップス業界におけるサイケデリック・ミュージックの影響は少し長く続いた。同じことはサイケデリック・ソウルにも当てはまり、このジャンルも1970年代に入っても衰退せず、ファンクと結びつきディスコへと発展していった。デーラ・ソウルのデビュー作。 1989いやビースティボーイズのといった1980年代末に発表されたアルバムはサイケデリックヒップホップの幕開けとも呼べるものでザ・モンキーズやピンク・フロイドといったアーティストの楽曲をサンプリングするなど他のアーティストに影響を及ぼした1990年代サイケデリックミュージック・トラップを掛け合わせようという実験が行われたその結果ヒップホップにおいて サンプリングは上等手段として使われ、サンプリングという手法はドクタードレやアイスキューブとそのおいであるスヌープドッグ、ターマネイター X、ザ・ファーサイドなど多数のミュージシャンが地味、ヘンドリックス・エクスペリンスやパーラメント・ファンカデリックといったサイケデリック・ミュージックの楽曲をサンプリングするようになった。 ジャングルブラザーズは1990年に発表したアイルハウスユーという曲の中でアシットハウスとヒップホップの融合を行い、ア・トライブ・コールド・クエストは同年に発表したでジャズとルーリードの楽曲のサンプリングを用いた。デジタル・アンダーグラウンドはセックスと SF と P ・ファンクのネタをステージ上で融合させた一方、アレステッド・ディベロップメントは スライアンドザ・ファミリー・ストーン影響を受けた楽曲を発表していった。この他にもサイプレス・ヒルラがサイケデリック・ミュージックの影響を受けた楽曲を発表していった。またアメリカ出身のヒップホップグループ PM ドーンはビートルズやスライアンドザ・ファミリー・ストーン、さらにはスパンダー・バレーの楽曲のサンプリングを用い、1991年に 発表したと九百九十三年に発表したは、米英両方でヒットし、レイブシーンでも成功を収めた。九百九十年代後半からは、リッツァ、ザ・ルーズ、ディアンジェロ、エリカ・バドゥといったミュージシャンが登場した。九百七十年代後半に没興した、ポストパンクシーンの中、スージーザ・バンシーズ、ティアドロップ・エクスプローズ、エコーザ・バニーメン、チャージ、ザ、 ソフトボーイズを展開し、ザ・ドリーム・シンジケートといったバンドもアメリカに現れるようになった。1980年代半ばのプリンスやレニー・クラビッツの1990年代の作品などに見られたように、音楽業界の主流でサイケデリック風な楽曲が流行ることもあったが、サイケデリックミュージックに取り掛かったバンドの多くは、オルタナティブロックやインディーロックのミュージシャンやバンドだった。 1990年代、ジアップルズ・インス・テレオ、ニュートラル・ミルク・ホテル、エルフ・パワー、オブ・モントリオールといったコミュニティ・エレファント6に所属するバンドやミュージシャンたちは、接中的なサイケデリック・ロックや、フォーク・ミュージックを作った。エレファント6以外に、サイケデリック・ロックの域に進出した、オルタナティブ・ロック・バンドやミュージシャンには、オーストラリアのチャーチや、ニック・サロマン率いる、マーキュリー・レブ、 ザ・フレーミング・リップス、スーパーファーリー・アニマルズなどがおり、この中でもスペースメンさんは、スペースロックというジャンルを生み出した。1990年代前半、サイケデリックロックとブルースロックと、ドゥームメタルを融合させたような、ストーナーロックというジャンルが生まれた。このジャンルの音楽は、ややゆったりしたテンポと、ベースの低く重いサウンド、メロディアスなボーカルと、 レトロな作りが特徴とされている。このジャンルはカリフォルニアのバンドカヤストスリープによって開拓された。イギリスでは1988年にザストーン・ローゼズがデビューシングルを出し、キャッチーなネオサイケデリックギターポップスとしてヒットし、その影響でマッドチェスターシーンが出来上がり、1990年代のブラーやオアシスといったイギリスのポップスバンドに影響を与えた。 特にオアシスは、スタンディングオンザ・ショルダー・オブ・ジャイアンツで、1960年代のサイケデリック・ポップ、ロックを再現したようなサウンドを生み出した。その直後にあたるポストグリッド・ポップといったバンドが1960年代のサウンドを再現している。1980年代、サイケデリック・ミュージックは、電子音楽というジャンルによって復活し、しばしば、レーブ・サブカルチャーと結びつき、 アシッドハウス、トランス、ニューレイブといったジャンルを生み出した。アシッドハウスは1980年代半ばにアドニスといったシカゴの DJ たちによってハウスミュージックから派生していった。特にフューチャーはという作品で初めてアシッドという言葉を使った。アシッドハウスは ローランド TV-303 から生み出された深みのあるベースラインとごぼごぼいうようなサウンドが合わさった音楽である。イギリスでそのジャンルのシングルが売り出されるとそのようなサウンドが再び作られ、1986年から87年のロンドンでは小さな倉庫でいかがわしいダンスパーティーが派手に行われた。1988年のセカンドサマーオブラブのさなか、 アシッドハウスは、イギリスの音楽業界でヒットし、何千ものクラブ好きが大掛かりなレブを開いた。このジャンルからは M、A、R、R、S、S、エクスプレス、テクナトラーニックといったミュージシャンたちの作品が、イギリスの音楽チャートにランクインしたが、1990年代に入ると、アシッドハウスはトランスその人気を奪われていった。トランスは、 1990年代初頭のドイツのテクノおよびハードコアテクノシーンから生まれた。このジャンルの音楽はシンセサイザーの短いメロディの繰り返しと変化の少ないリズム、時折入るシンセサイザーのノイズを組み合わせて聴くものをトランス状態に陥ったかのような気分にさせる。アシッドハウスやテクノから派生したこのジャンルはオランダやドイツで発展し、 ジョイベルトラムのエネルギーフラッシュや C.J. ボーランドのザ・ラビジグネルといったシングルが出てロバート・ライナーサン・エレクトリックで有名なテクノトランスのレーベルハートハウスも影響力を振るった1990年代初頭のイギリスで人気を博したトランスだったがトリップホップやジャングルといった新しいジャンルが台頭するとトランスは鳴りを潜めたしかし年代後半から 再び人気が急上昇し、アメリカでは、ポール・オークン・フォールド、トニー・デビット、サシャラが、クリストファー・ローレンス、アシッド・トランス、ゴア・トランス、サイケデリック・トランス、ハード・トランスといった、様々なジャンルが派生した。2000年代のイギリスでは、インディ・ーロックとダンス・パンクを混ぜ合わせた、新たなレーブがクラクソンズによって開拓され、エネミー、トラッシュ・ファッション、波動拳、レート・オブ・ザ・ピア、 テストアイシクルズ、シットディスコといったバンドが自身の音楽のジャンルを表現したりするのに、ニューレイブという言葉を取り入れた。このジャンルの音楽は初期のレイブのようにシーンに合わせた美学が用いられ、ケミカルライトやネオンサインといった蛍光グッズによる視覚効果にも木を置いており、これらのイベントの参加者も眩しい色使いの服や蛍光塗料を用いた服を着てくる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。